今日はエビのディルバターソース作っていきたいと思います。今日は赤エビ使っております。頭を落として殻を剥いて背ワタを取って準備していきます。背ワタを取ったら片栗粉を小さじ1強入れて、お水も少々入れて、水が灰色になるまでよく混ぜて、水で洗って水気を取っておきます。鍋にお湯を沸かして、お塩小さじ1/2、レモンも絞って皮ごと一切れ、エビの臭みを取りながらさっと茹でていきます。半生ぐらいが美味しいです。ざるにあげて水気を取っておきます。鍋はきれいに洗って火にかけて、バターを 30g 入れて溶かしていきます。はい、水気を切ったエビはお皿に盛っておいてください。はい、上からかけるディルバターソース、バターふつふつとなるまで火にかけていきます。溶けてきたら、今日は乾燥のディル入れていきます。もちろん生の方が、生があれば生入れてください。はい、レモン汁を1切れ分絞って、乾燥したディルの方が香りが強いので、この時は乾燥のディル入れること多いです。小さじ1から2、お好みの量入れて、はい、エビにかけて完成です。白ワインによく合う一品、ぜひ作ってみてください。料理毎日アップしております。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。